ある自殺者の手記小堺父母「加藤君僕はいよいよ自殺することにしたこの場合自殺が僕にとって唯一の道であるからである断っておくが僕は決して最近死んだ」 某文子を模倣するのではない。世間の人は、二つの自殺が、安易前後して発生すると、後の例は、前の例の模倣であると、みなそうとする。しかし、これほど馬鹿げた話はない。そんな風に言うならば、世の中の全ての出来事は、 模倣でなくて、なんであろう。か、僕は今、このような理屈を言っている場合ではない。けれども、僕の自殺の動機だけは、僕の最も親しい君に告げておきたいと思う。物事を深く考えたがる連中は、さもさも自殺者の心理が、 他人の推測を許さぬような複雑なものであるように言うけれど少なくとも僕の場合は決して複雑なものではない複雑などころか簡単すぎるほど簡単なものであるまた自殺者は多くは何のために自殺するものであるかを 知らないというものもある。しかし、僕は、僕が何のために死ぬかということを、はっきり知っているつもりだ。それのみか、僕が何のために死ぬかということを、君もおそらく、僕と同じように、はっきり知っているだろうと思う。してみれば、 何もわざわざ、この手記を仕た,ためる必要はないわけであるが、いざ自殺するとなったら、僕も旧友へ手記を送りたくなったのだ。この点は、某分子を模倣したと言われても、僕は、決して、不服ではない。加藤くん、言うまでもなく、 僕の自殺の動機は失恋だ。失恋が僕の自殺の動機の全部だ。決して動機に至る道のりを示しているだけではない。失恋しなければ僕は自殺しない。失恋したから僕は自殺するのだ。誰がどんなに解釈しようが。 僕の自殺の動機を失恋以外のものに持っていくことはできないのだ。このことは僕に対して特連者たる君にもはっきりわかることであろうと思う。ただ特連者は何故に失恋者が自殺する気になるかというその心持ちをはっきり 理解しえないと思う失恋したら自分も自殺するかもしれぬとは誰でも考えることだが一方において何も自殺するには及ばぬとも考えるであろうしてみると自殺を決心した者の心持ちは自殺を決心しない者には到底理解しあたわぬものだと言える 全く自殺を決心した者の心持ちは自殺者のみ知るところであって世の自殺者はこの点に大いに誇りを感じて叱るべきであろういよいよ自殺を決心した以上今更未練がましい言葉を連ねるのも気恥ずかしいが思えば 君と僕とは、何というくしき運命のもとに置かれたのであろう。すでにその性が同じ、加藤であるということ。また、同じ年に生まれたということからして、不思議といえば不思議だが、しかも、同じ環境に育てられ、同じく医学を治め、その上、 同じくつねこさんに恋をするというのは、むしろ呪われた運命であると言ってよい。二人の男が一人の女に恋する。これはもう豪所以来人類の世界に無数に繰り返された悲劇である。そうして恋の敗北者が底知れぬ苦悩の淵に突き落とされ。 そのために死を選ぶに至ることも、同じく無数に繰り返された喜劇である。君よ、僕はあえて喜劇という文字を使った。なんとなれば恋の勝利者から見れば、それは喜劇というより他に言い表し難い状態であるからだ。いずれにしても僕は、 この喜劇を演じようと決心したのだ。そうして、僕が自殺を決心するまでには、決して、二年も一年も、半年も半ヶ月も、要しなかったのだ。君とつねこさんとが、切吻したのを僕が見たのは、実に昨日の晩である。 僕は昨日の昼まで常子さんは自分のものと信じていたのだだから僕は君たちの法要を見た瞬間に自殺を決心したのだそれはもはやいかなる反省も妥協も許さないのだもしいささかの反省と妥協等を許したならば必ずそこに 不安が生ずる。それこそ、なふしがたい不安が生ずる。それはいわゆる、ぼんやりした不安だ。そうしてその不安のために、自殺を行うに至るまで、いたずらに、月日が経過するはずだ。しかし僕の場合には、反省の余地も、妥協の余地もないのだ。だから、 僕はまっしぐらに自殺決行に突き進もうとしたのだ「しからば君はどうであろうなぜに僕が昨日の晩すぐさま自殺を決行しなかったかと」といかにもこの質問に対しては僕も明瞭な返答を成し得ないのを悲しむけれども僕が自殺を決心した次の瞬間 自殺方法について考えを巡らせるだけの余裕を持ったことは事実であるいや余裕を持ったというよりも考えることを余儀なくされたといった方が適当であろう僕は昨日の晩まで自殺すべき事情が発生するとは夢にも思わなかったのだだから 君たちの切符を見た瞬間に自殺を決心しても、その時ナイフを持っているでなし、毒薬を携えているでなし、すぐさま自殺を決行するだけの条件が整っていなかったのだ。だから当然、いかなる方法をもって死ぬべきかに考えを読んだのである。さて、いよいよ、 自殺方法を考えるとなると、不思議なもので、おいそれと決定することは、できぬものだ。もしあの時、神兵に日本刀があったならば、僕は何の躊躇もなく、その鞘を払って、軽動脈を切ったであろう。もし、窓の前が、先人の谷になっていたならば、 うむを言わずこの身を投げたであろう。しかるに一旦どの方法を選ぶかということになるともはや日本刀の鞘を払う気にもなれなければ先人の谷に近寄ることも嫌になった。共に苦痛を伴うからである。だから僕は苦しまずに死ねる方法を 考えたのだ。苦しまずに死ねる一番良い方法といえば、医師に至るということを法医学の講義で聞いた。医師の際には、軽動脈が圧迫されるので、脳への血行が遮断され、それがために何の苦痛も感じないということだ。けれども、 君も経験したことがあるだろう。息の詰まる時の感じを。あの嫌な感じがきっと意志には伴うだろうと僕は思うのだ。それが僕には何としても耐えられないのだ。僕は別に意師に対して美的嫌悪を感じない。それは決して美しい姿ではないが。 どんな方法で死んだところか死の姿はさほど美しいものではないのだだから特に医師を見にくいとも思うぬが医師する瞬間に起こるであろう苦しい感じいわば生き埋めの時に起こるであろうところの恐ろしさかの精神分析学者のいわゆる地球内に閉じ込められていた時に得た 恐怖、その恐怖感の起こるのが、いかにも忍びえないのだ。実際には、あるいは、そのような恐怖は起こらないかもしれない。けれども、起こるであろうと想像されるのが、嫌で嫌でならぬのだ。だから、僕は意志はやめた。また、総者を作って死ぬのは、 痛いから嫌だ。で、僕は、毒薬師を選ぶことに決したのである。しかし同じ毒薬でも、激しい症状を伴うものは、好ましくない。また、味も悪いのも面白くない。アヒさんは、無味であるけれども、激烈な胃腸症状の起こるのは、何としても、不愉快である。 また、生産は瞬間的に死を起こすと言われておるが、塩髄の呼吸中枢を犯して窒息を起こさせるのだから、僕にはやはり医師と同じように恐ろしいのだ。で、結局は愉快に眠って、眠ったままいつとはなしに死んでいける睡眠剤の種類が、僕にとっては 一番好都合なのである。同じ睡眠剤のうちでも、味の苦いのはごめんだ。また、多量に服用しなければならぬものもお断りしたい。が、それについて幸福なことは、今度発見されたという睡眠剤だ。これは君も知っている通り、味もなければ周期もなく。 また極めて水に溶解しやすくかつ 0.2g という少量で20貫の体重の人を殺すことができるのだそれにこの新薬はその作用が服用後1時間に現れしかも服用後5分間には血中に吸収されるのであるからモルヒネやその他の薬剤と違って 服用5分後に胃を洗浄しても、もはやその人を救うことができないのだ。全く、僕のような感情を持った者が自殺するには、屈強な毒であると言ってよい。医者をしているおかげに、この薬を手に入れる苦心はいらない。その点には、何の考慮も追やさずに死ねるのだ。しかし、 僕がこの薬で死ぬことに決定するまでには、自殺を決心した午後7時からおよそ5時間かかったよ。では、なぜ、夕べのうちにその薬を飲まなかったかと、君はどうであろういかにも、今この手記をしたためているのは午前5時であるから、約5時間ほどの時間が空飛されたのだ。 しかし、それは空飛されたのではなく、その間に極めて重大なことが計画されたのだ。しからば、僕がどんなことを計画したかというに、これは僕の意志の弱さから起こったことであるから、まことに残機に耐えないが、いざ、その薬を飲む段になると、 僕の手は急にわばったような気がしたよ。そこで薬をひとまず机の上に置いて、なぜに僕の手が服用を躊躇するに至ったかを静かに分析考慮したのだ。すると僕は意外なことを発見した。すなわち、たとえ一旦死を覚悟しても、いつの間にか 性に対する執着が心の中で頭をもたげていることに気づいたのだ。もし僕が自殺を決心した直後に死んでいたならば、性に対する執着などは起こりそうにないが、自殺の方法を考えている5時間の間に、自分ではよそごとを考える余地はないと思っていたにかかわらず、 入道雲のように性の執着が心の一方にわだかまっていることに気づいたのだ。それからのちの一日間というものは自殺の決心と性に対する執着とが猛烈に僕の頭の中で戦ったよ。僕は一時どうなることかと気が切れなかった。僕はあるいは 発狂するのではないかと思った。しかし、幸いに発狂することなしに、解決の道を見いだしたのだ。すなわち、この性の執着に打ち勝って自殺するには、そこにスプリングボールドとなるものがあればよい、ということに気がついたのだ。君はおそらく、 性の執着が頭を持たげたら、それに従って自殺を思いとどまったら良いではないか、というであろうが。それは反省と妥協の余地のある自殺に限るので、僕のような場合には、ただ、ただ性の執着に打ち勝つ方法が問題となるだけだ。スプリングボールドは言うまでもなく、 死の道連れだ。死の道連れといえば、普通は、こちらの心に同情して、死んでくれるものを言うのだ。けれども、不幸にして、僕にはそのような人を、見つけることができんのだ。と言って、スプリングボールドがなくては、とても死ねなくなってきたのだ。 そこで僕は大いに考えたよ。大いに焦ったよ。その結果、スプリングボールドとするには、あながち先方の同意を得なくっても、言い換えれば、先方の意志に逆らってでも、成し得るものだということが分かったのだ。そうして、先方の意志に逆らって、 道連れとする際には、一人自殺するよりも、二人自殺する方が、二人自殺するよりも、三人自殺する方が、はるかに容易であることを知ったよ。この場合、容易というのは、手段の容易というよりも、心の容易を意味しているのだ。さて、しからば。 いかなる人を先方の意志に逆らって道連れとするか。それについて僕はいろいろ考えた結果、加藤君君を道連れにしようと思ったのだ。加藤君さぞ君は驚くだろう。しかし、 恋の勝利者を恋の敗北者が死の道連れにしようとするのだといえば、それは別に不思議な現象でないことを君はよく知っているだろう。君、姉妹まで読んでくれよ。君が今、顔色を変え、手を震わせて読んでいることを僕はよく知っている。しかし、 せっかく僕が、この世の最後にしたためる式だ。どうか、終わりまで読んでくれ。僕は今、二人自殺するよりも、三人自殺する方が、容易だと言った。そうだ。僕は君を道連れとすると同時に、常子さんをも道連れにすることにしたのだ。 こう言うと、定めし君はいかなる方法で僕が君たち二人を僕の道連れにするかを怪しむであろう。ところが、それは極めてわけのないことだ。今日の正午に僕たち三人はいつものごとく平和に食事をする。今日は 日日で休業日だから他の使用人は1人はもいないな君たちはまさか僕が君たちの本用を密かに見たとは思わないであろうから僕がこのような心を抱いていることに少しも気づかぬであろうそこで僕は君とつねこさんの食べ物の中へあの薬の致死量を 混ぜようと思うあの薬は前に書いたごとく自殺に都合のよいのと同じく他殺にも都合が良いのだもとより君たちが食事を終わった後に僕は薬を飲むそうして君が食事をしてしまってから約30分ほど過ぎてこの手記を渡すのだ すると、君とつねこさんは、あの薬を飲まされたことを知って、定めし狼狽するであろうが、もはや、どうすることも、できないのだ。君たちが昏水に陥ると、僕は、君とつねこさんとを並ばせ、それから、僕はつねこさんの脇に、横になろうと思う。 そうすれば、僕と君とは、常子さんを挟んで、死ぬことになるのだ。加藤君、このあたりの文句は、ことによると、君の目には触れると思う。なんとなれば君たちはきっと、中毒から逃れようと、もがくであろうから。けれども、手記を完成しておかないことは、気がかりになるから。 僕は書き続けるのだ思えば君と僕とは同じ病院を経営してこれまで何の腹もなく暮らしてきただから僕たちが三人一緒に死んだら定見世間の人たちは驚くであろうもとよりこの手記を見れば何のために僕たちが死んだかは すぐわかる。けれども、ここに、たった一つだけ、永久にわからぬ事情が残るであろう。というのは、この手記を書いたのが、下下の加藤か、内下の加藤かということである。それほど僕たち二人の筆跡は、よく似ている。というよりも、 全く同じだと言ってよいからだ。もし常子さん、主任看護婦の常子さんが生きておれば、失恋者がどちらであるかは立ちどころにわかるが、その唯一の判断者たる常子さんも共に死ぬのだから、もはや生きている誰にもわかりようがない。これがせめてもの。 失恋者たる僕の慰めな。思うに、君と僕とは、全く運命を共にすべく、この世に生まれてきたと言ってよい。なんとなれば、僕たちは、最もよく似た、ソーセージだから。おしまい。